ピッチングと余裕というのはだいぶ違ってくると思うんですね。フォアボールも怖いということですね、はい、ストレートのフォアボール、2アウトランナー満塁で一郎、満塁にはもう無理の強さの一郎、すごい大前立てになりましたね。6年ぶりの対決だったあの前回3打数でヒット1本でした。ご覧いただいているのは日本での成績2割9分3厘。お客さんしかし答えられないですね。ですね。さあ何から入るか、まっすぐから来ました。あの時もそうでしたが、やはりイチローが相手になった時のイラブのスピードの乗りが一つ違うような感じがあります、はい、イチローがいかにあのボールを見てくるかですね、切ります。先ほどあのシアネスに同じようなインハイを攻められて三振になりました、150キロ以上になってきたインハイってのはなかなか打ちにくいんですよね、どのバッターも、ライトへ切れるかどうか、切れた、これで2ストライク1ボール。3球すべてストレートですね、でここでフォークボールを投げて三振したとしてもひょっとしたらあの攻撃する可能性がありますよね、なってくるとこれはサヨナラというケースがありますからね。まっすぐだ、エラブがこのまま速球で押していくのか、それとも一球ぐらいフォークを見せるか、ただし先ほどワイルドピッチやってますから投げにくいことは確かなんですよ。落とした、イラブ掴んだ、延長戦マリナーズ9回犠牲フライで同点に追いつきましたが、イラブとイチローの勝負はイラブピッチャーゴロに打ち取りました。テキサスシアトル3連戦の2戦目は延長戦に入ります。